はいどうも、ミツアナウンドです。お願いします。では一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。ガンです。お願いします。お願いします。はい、議題を持ってまいりました。議題覚えてるか分かんないんですけども、はい、水たまりボンド公式サイト、あーありますよね。え、ずっと見てないや。いつだっけあれ。あれね、2016年くらい作ってる。だから YouTube 始めて、うん、1年ちょっと経ったぐらいですね。ネットで調べても何も出てこなかったんだよ。はいはいはい、はい、取材もあったわけでもないし、まあ確かにね、ネットニュースとかにもなんないしね。そうそうそう、アドレスあるね。これちょっと保持しておきたい。ああ先に使っとかないと。よくゲームとかであるよね、もうトニーとかもうないみたいなね。いろいろとそのデータを調べていただいたところ、はい、2000万回表示されてるんです。え、まあ、見たことない人も多分多いと思うので。そうですね。とりあえずちょっと見ていきましょう。いや、めちゃくちゃ昔めちゃくちゃ昔めちゃくちゃ昔、めちゃめちゃ懐かしい。だってこれエンディングのこれでしょ。うん、この頃の精一杯だったんだよね。俺が作ったんだ、ね、頑張ってはいるもんね。この時のトップ10出しちゃってるよ。俺もう今全然違うからね、規模も。あれじゃあ見てみますか、トップ10何だったのか。何だったのか。え、都市伝説シリーズ、ドッキリシリーズ、検証シリーズ、料理シリーズありましたね、この辺はね。これはね、うん、4つの柱として作ってたんで。ああ、何の人か全然分かんないなと思って、この画像出てくるわけですからね。あ、ミツアナウンドボンドの今まで、今までのその今が過去なんだよ。あ、でも概要欄とちょっと同じなんじゃないですか。2015年1月1日に動画投稿開始、2015年1月22日チャンネル登録者数で100人とか100人22日もかかってるからね。2015年4月10日オルタナチャンネルさんと、これ2015年4月25日チャンネル登録者数1000人。すごいね。ってことは4ヶ月と25日かかって1000人ってことですね。2015年最優秀新人賞受賞、これ何ですか。言い方がすごいな。ちょっとクリックできるんじゃないですか。あ、これウーフの、はい、あのアワードみたいので選んでいただきまして、はい、まあ、この中で、はい、一応このチャリンコボーイたちが、うん、ウーム最優秀新人賞でいいもんね。うん、なんで最優秀新人賞というものが全体でみたいな、世界中で全世界でみたいな書き方ね。で、2016年9月16日登録者数100万人突破。ここで止まってるっていうね。もうなんかクリアしたんかなってこと。全クリしたかなってこと。まあでも質問、あ、50の質問あったわ。ちょっと見ます。これおもろもう今ちょっと腹立つの見つけたもんね。何、マレーシア、日本、アメリカ、カッコシカゴ、日本って書いてあるんですよ。そのアメリカの時はなんかそのシカゴっていう紹介するくせに、日本は神奈川とか言わんのかいみたいな。しかも見てみ、バスト100、ウエスト100、ヒップ100って書いてあるんですかね。まあちょっとふざけてる。すいません。好きなアーティストは、ウーバーワールド、はいはい、音楽その他、その他もかなり気になります。え、今キャラだつな、うん、好きなスポーツ、バスケ、剣道、かっこアメリカ大会1位経験済み。なら経験済みって行きたい君とか買ってないですね。確かに好きな言葉三日坊主 OK ではないですね、これ言ってんのかな、松岡修造さん。いや、わかんない。ちょっと俺が考えてる可能性もゼロじゃない。だとした場合は人の名前出したらね、そんなとこ怖いですね。これはなしですよね。俺血液型わかんないんそういや、それおもろいわ。もう俺、いやもう機械わからんとかそういうレベルじゃないじゃん。いやでも何型なんだろうね。ちょっとこれは調べますもん。いいよ、面倒いから。好きなアーティストはミスチル。ミスチルしか知らなかったんだけどね。これ多分授業だったんで、隣の子に「あのオレンジデイズのさ、あの歌さ誰が歌ってんの？」って聞いて、ミスチルだ。ミスチル、あ、ミスチル。じゃあミスターチルドレンっていうのも知らないんだ。ミスチルだと。そんなに分かんなかったんじゃないかな。分かんないけど。はい、今一番努力してること、自由に生きています。なんで何してんのそいつ、帰れ一歩目から言うな、そんなことは。ザコがあ、ちょっとこれちょっとヤバいわ、ここねえ。おすすめしたい映画めちゃくちゃ入ってる。うわー、もうザー映画たくさん見てます。ザー俺映画たくさん見てます今勉強してることってある？大学の勉強。
大学を勉強大学のシステムについて勉強してるみたいな言い方をしてるこいつは。勉強でいいんだよそれは。これすごいですね。今まで一番ダメだったなと思うことは、はいはい、脱臼。脱臼したからね。なぜなら確かに大切な時期の脱臼ではあったからね。脱臼ね。まあまあまあ、これもね、このサイトも残すべきだなと思うんですよ僕。はいはい。ただ、うん、まあ今日の動画見てみんな遊びに来てくれると思うんですけども、はい、まあ概要欄にね貼ってあると思うんですけども、このままだったらちょっともったいないなと。いやいや、そうでしょ、そうでしょ普通に。2000万 PV というか、うん、結構見られてるわけですし、まあかつてですけどね、この水溜りボンドって検索したら3番目が出てくる。うん、ね、用意しました。あ、そう、あ、作ったの、新しくしたの。いや、ちょっとこれ残しつつと、残しつつ実はここにね、本当だ、マークがついてる。ツイッターやん、本当だ、押してみてください。うざ、いやいや、いいかな。うざ、何これ。いや、これ、このサイトにしない。いや、宗教やってんのかと思われるわ。チャッチーなチャッチーな、スズムシの音みたいなのが。108回押すといいよ、みたいな。あ、来るよ。お参りしたってことですね。あ、今日もいい日になるよって。一番最初にあるエフェクトだよ一番最初にあるエフェクト。この公式サイト、うん、トミーの、うん、なんて言うんだろう、トミーの武勇伝サイトっていうか歴史サイト。いや、いいよ、もう使いようないじゃん。だって俺らの公式サイト今いる、そんな。トミーが、うん、例えば動物の森クリアしましたとか、いらん、いらん、そんな。ツイッターでいい、そんな。ツイッターに書けばいい。いや、じゃあ、トミーって誰なんだろうってなった人から、あ、すごいな。いらんだよ。今後だから挑戦してったことが、こう、残っていけば、うん、多分、トミーくんお仕事たくさん来る。いや、来ないだろ、別に。それ。そんな来ないだろ、別に。ここ見てねえんだろな。仕事の人。はい、だから、ちょ、僕が責任を持って、ちょっとトミーくんの、なんでこの、なんだ、歴史的資料だと思ってるんですよ、やっぱトミーくんっていう存在。いや、今かな。でも過去のもの。めんどいよそんな。みんなどんどんどしどしコメント、これは絶対すごいとか、うん、なんか一目見て、あ、トミーくんってこんなすごい人なんだって分かるサイトをちょっと作っていこうかな。あいらんけどね、いじりでいじりって、いじりとして。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。